お世話になります、のっぽさんです、今ベトナムのホーチミンに来てます。今回で、ホーチミンは3回目の、訪問になりますけど、相変わらず活気のある国だなっていうことを感じました。で、まあ、ハノイとホーチミンって俗に言われてることなんですけど、まあ、ハノイは政治の都市、っていうふうな形で、まあ、祭りごと、まあ、首都っていうこともありますので、まあ、本当にイメージとしては硬い感じがするんですけど、まあホーチミン、ここに来ると本当に商業の街だなっていうことはつくづく感じます。本当にここが社会主義なのかなっていうことを、やっぱ何度来ても感じますね。で、まあ気温としてもやっぱ10度ぐらい違うこともありまして、やっぱりみんなが明るく画期的な部分がすごく感じます。本当に人と人の距離が近い感じもしますし、なんかみんなが一生懸命やってるっていう、まあ一生懸命やることは当たり前なんですけど、本当にがむしゃらにで楽しくやってるっていうことはやっぱ学ぶべきことかなと。これは日本の介護だけじゃなくて、その日本企業全体の部分の中で、あ、これです経済が成り立ってるのかなっていうふうなことをすごく感じる、また今日でもありました。で、今日はですね、外国人の技能実習制度っていう、まあ、今国会の方でもいろいろ騒がれてますけど、まあ、その部分と今私がやろうとしているそのインターンシップっていうものに関して少し話をさせていただきたいなと思います。まあ外国人技能実習制度っていうのがいろいろ国会でも取り上げられて、皆さんも少しご存知だと思うんですけど、今まで3年っていうものが一つの数字にはなってました。まあ、それが5年だとか、もしくは永住だとかっていうふうな話が広がってくるようにもなりました。で、今回ちょっとそこの部分をですね、逆説的に捉えた時にどう感じるのかっていうふうなことを皆さんと一緒に考えていきたいなと思うんですけど、3年間雇用できるからっていうふうなものと、また5年間雇用できるからっていうことで、確かに介護業界のこの人手不足にとってみればすごくメリットにはなってると思います。実際広告宣伝費を、求人の広告宣伝費をもう本当に湯水のように使って、人が来ないという状況を打破できる一つの画期的なものかもしれないんですけど、流れとして、まあ面接に来て、でその後に半年ないし8ヶ月もしくは10ヶ月日本語教育を受けて、でまた日本に来て1ヶ月半習得して初めて介護現場で使われるっていうのが外国人の技能実習制度です。でさらに言えるならば半年間、まあ、人員換算の基準に入らないというところがあったんですよね。まあそこまで長いことをして入社しました。で面接した時と、あれこれなんか違うなって思った時に、3年間とか5年間解雇できないっていうリスクを背負う、ここはかなり厳しいんじゃないかなと思います。でそこでどん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 歪みが出てくるような形になって、まあ今衆議院の方、まあ、もしくは参議院の方でもそうですけど、野党さんが話をされているその失踪だとか、っていうことにまた介護業界も後ろ追っかけていくんじゃないかなっていうふうな不安があります。で私はインターンシップっていうものをその前に持っていきたいなというふうに考えています。インターンシップ、まあ、大学4年生の子が日本で働きたいと思う人間と、雇用する日本の側が呼びたいと、でまず半年から10ヶ月働いて、で戻って、で彼女たちは単位を取って、
卒業してやっぱり日本で働きたいと思った時、その時とこの企業側が あの子良かったなって思った時に、初めてそこでマッチングした中で外国人技能実習制度に乗っかって3年ないし5年っていうことを来ると、より良いものになるんじゃないかなと私は考えております。まだまだこれからいろんな形で変わるかもしれないんですけど、もう一つ懸念することっていうのは、介護業界に来るのは技能実習生で嫌だなって、 SNS が日本以上に発展してるアジア諸外国で広まった時に、また同じように介護の現場が人手不足の現状が生まれてくると、そうならないようにまずは今働いてる環境を、もしくは今働いてる人たちの考え方を少しでも変えていって、いろいろな人たちが目指したい業種業態に変化する努力をみんなでやっていってもらいたいなと。まあ介護情報誌プレゼントっていうのは常にそこを歌っていきたいなと思います。何度も言います、介護業界っていう、介護っていう言葉はあくまでも生活の場の入り口です。やってることは全て生活です。生活のケアをするっていうのがあくまでも介護です。今まで我々が考えてた介護っていうのはどうしても事業所の中だとか訪問介護、訪問看護っていう中で行く自宅、その瞬間的なことを皆さん介護っていうふうな形で語ってることは多いんですけど、あくまでも生活に根付いてるっていうことをもう一回考え直して、外国人を受け入れる、もしくは新しい世代に魅力ある業種業態に見せていく、もしくは感じてもらう、で実際にそうなるっていうことを介護情報誌プレゼント、もしくはプレゼントオンラインで私も歌っていきたいと思いますし、皆さんも一緒にそういうふうな環境を作っていっていただきたいなと思います。相変わらず独り言なんで取り留めない、終わり方になりますけど、今日一日いろんなベトナムのホーチミンの方々と出会って話をしてきて感じたそのままを今 V に残してます。また日本に戻ってから改めて皆さんにお話をしたいと思います。で今回、私の部下である棚橋を連れてきました。で棚橋にお願いしていることは、来年3回ないし4回必ずセミナーを開きます。堅苦しいセミナーじゃなくて、外国に行って技能実習生、もしくはインターンシップ、もしくはその人たちの生活、もしくはその人たちの環境だとかがどんなんですかっていう風な、一般介護職でも聞けるような話ができるようなオープンミーティングをしたい。でその中で中国の方を呼んできたり、ベトナムの方を呼んできたり、インドネシアの方を呼んできたり、ミャンマー、スリランカ、いろんな方々を間々で呼んできた身のある本当に聞きたいセミナーを開催したいと思いますので、またその時にはご案内しますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。